俺の中の宗主のおかげだよ。今宵は随分と暴れてくれる。大概のことはやり過ごせると思っていたが、見込みが甘かったな。こやつらの与える不快感は想像以上だ。陛下、ここにおられましたか。お前はどこに逃げても追ってくるな、俺の体験じゃ。本気で私から逃げるおつもりなら、もっと分かりにくい場所へお隠れなさい。玉座でうんうんうなられていては見ないふりもできませんから。お前が人の10倍面倒見のいい男で助かった。大丈夫ですか。いまいましいことだ。いっそ気を失うほどの痛みで刺し貫かれた方がどれだけ楽か。しっかりなさい、陛下。はい。参ったな。もうしばらくは宗主を飼いならしてのんびりした人生を送るつもりだったが、どうやらそう悠長なことも言っていられなくなってきたぞ。陛下。なあ、一つ提案があるんだが。何ですか。耳を貸せ。美女を100人はべらせて浴びるほど酒が飲みたい。それだけの元気が終わりなら、この先100年は安泰ですね。おい待てって。こう見えて俺もギリギリなんだ。老後の楽しみを前倒しにでもしなければこの苦痛は紛らわせないと思ったのさ。老後の楽しみが美女との酒盛りですか。ま、老後に限らず楽しめるとは思うがな。あなたの緊張感のなさにはほとほと呆れました。そう言うな。長年連れ添った仲じゃないか。長い付き合いだからこそ愛想が尽きるんです。その困った性格にこれ以上改善の余地のないことに気づいて一遍に絶望するものなのですよ。まるで倦怠期を迎えた夫婦の言い分だな。痛みますか。ああ。参ったな。たかだか腕一本闇に蝕まれた程度で自分がここまで弱るとは思わなかった。腕だけではありませんよ。それはあなた自身が一番よくお分かりでしょう。そうだ、今は理解している。宗主の力は増殖するんだ。俺の内なる怒りや不安、悲しみ、絶望、そんな負の感情を糧にして際限なく膨らんでいくのさ。これから先は宗主と俺の我慢比べだな。たく救われないことだ、陛下。そんな顔をするな、大賢者。俺は強い、誰よりもな。知っています。知っているからこそ私は。皆まで言うな。心がくじける。神王陛下、今初めて俺は自分の強さを悔やむぞ。この殺しても死なない生命力の強さにな。おかげでお前まで果てのない戦いに巻き込む羽目になった。すまない。詫びなどいりません。私の選んだ道です。だが、どうされました。そこにいるのは誰だ。申し訳ありません。ジークベルト、そんなところで盗み聞きか。俺もです。すみません、出るに出られなくて。ローレンツ・ウェーラー、あなたまで。あの、その僕も。ルーファス、お前もか。ジークベルトとルーファスが一緒にいるのはいつものことだが、ローレンツ殿までこの二人とつるむとは思わなかったぞ。盗み聞くつもりはなかった。
どうか無礼をお許しいただきたい。で、三人揃って何の用だ。実はここ最近陛下のご様子がおかしいと、そのルーファスが大層気にしておりまして、それで。ジークベルト、余計なことを言うな。ルーファスが気にかけてくれるのはありがたいが、本当に余計なお世話だな。俺の周りにはどうも過保護な奴が多すぎていかん。陛下に直接お聞きしてもどうせそうはぐらかされるだろうとルーファスも申しておりました。ジーク、やれやれ、全く仲の良いことだな。違います、陛下。新王陛下、ルーファス殿の心配ももっともです。盗み聞くつもりはなかったが、そのつまり先ほどの話では宗主のかけらがどうとか聞いているじゃないか。大賢者殿、あの陛下はどこかお体の具合が。ああ、いや、ルーファス、なぜ目の前の俺を通り越してこいつに尋ねる。だってそれは陛下が、陛下が嘘つきだからです。嘘つき。ルーファス、陛下は嘘つきです。ご自分の体の不調を隠そうとなさるし、封じたはずの宗主にまつわる問題もちっともお話しくださらない。お心を明らかにされるのは唯一大賢者殿の前でだけ。我々は陛下にとってそこまで信用に値しない存在ですか。信用していないわけではないさ。ただお前たちを俺の厄介元に巻き込みたくないだけだ。だが大賢者殿は巻き込んでいらっしゃる。こいつはいいんだ、俺のわがままを許してくれる。陛下、巻き込んでも許してくれる、だからいいんだ。僕だって。ルーファス、僕だって許します。陛下のわがまま全部。そうしたら巻き込んでくださるんですか。は？ルーファス、大丈夫か。ジークベルト。はい。お前の相棒はどうしたんだ。何か悪いものでも食ったのか。いえ、別にどうもしていないと思いますが。ではなんだ、風邪か、熱でもあるのか。そうですな、熱ならあるかもしれません。陛下、あなた進化を泣かせてはいけませんよ。だからなぜ泣くのだ。ああ、おい、泣くな。ごめんなさい。一体どうしたんだ、ルーファス。何でもないんです、申し訳ありません。何もないはずがなかろう。いいえ、本当にどうか忘れてください。それではちっとも訳がわからん。陛下、もうおやめなさい。それ以上は無粋というものですよ。何が無粋だ、お前まで訳のわからんことを言うな。さあルーファス、俺の言い方に問題があったなら直す。理由を話せ。陛下。理由なんて。なんだ。理由なんてありません。ただ僕が、私が勝手に陛下のことをお慕い申し上げているだけです。もう放っておいてください。は？陛下。あ、ジークベルト、これは一体どういうことだ。どうと言われましても、つまりそういうことです。え？ローレンツ殿、反応遅いですよ。あ、待て、俺は基本的に自由恋愛主義者だし、性別をどうこう言うつもりもないが、普通に考えてルーファスはジークベルトの管轄じゃないのか。何ですか、その管轄というのは。確かに幼馴染の腐れ縁で彼女の貢献を務めてはいますが。お、待て、お、今何と言った。え、彼女。陛下、ルーファスは女性ですよ。女？いつから。生まれた時からですけど。ビーレフェルト家は男子には恵まれなかったので、家の存続のため第一子の彼女は男として育てられたのです。ご存知ありませんでしたか。大賢者、お前知って
ていたか。当たり前でしょう。それに骨格を見たってすぐに女性とわかるじゃないですか。俺は全然わからなかったぞ。女たらしが聞いて呆れますね。なんだと？だいたいこんなぺったんこで女だ。ぺったんこで申し訳ございませんでした。女？ローレンツ殿、反応遅いですか？そうか、なるほど、ようやく腑に落ちたぞ。すまなかったな、ルファス。いいえ。なるほど、そう思って見てみれば確かに愛らしい顔をしていたな。陛下、100人の美女は難しいですが、一人の姫ならなんとかなりそうですよ。それも陛下のわがままに巻き込んでも許してくれるとびきりの女性です。どうです、老後の楽しみ、前倒しにしてみますか？お前、その顔でそういう下世話なことを言うか。下世話？失礼な。私はいつも陛下の幸せのために動いているんです。そうだった、お前には一生頭が上がらないよ、俺の体験じゃ。